カトビツェ空港は、ポーランド共和国、シロンスク県、カトビツェに位置する国際空港である。ポーランドの空港では4番目に旅客数が多く、貨物取扱い量では2番目に多い空港となる。現在のカトビツェ空港の土地は当初、ドイツ軍兵士によって使用されていた。1940年、ドイツ空軍は、ピジョビツェ周辺の牧草地に空軍基地の建設を開始した。 ドイツは長さ1000から1500メートルの3つの滑走路を建設した。空軍基地はドイツ帝国内から東部戦線の部隊へ物資を輸送する軍用機を扱っていた。第2次世界大戦の終盤にはメッサーシミット目163のテスト飛行が行われた。1941年に第1次世界大戦のエースパイロットであったエルンストルデットが自殺により、 亡くなった後、この空軍基地はウーデットフェルドと名付けられた。1945年から1951年まではソ連空軍が空軍基地を使用していた。1950年代初頭にソ連は空軍基地をポーランド空軍に引き渡した。1964年に新しい滑走路が建設され、1966年10月6日に、 最初の民間航空便であるワルシャワ行きのロットポーランド航空の航空機が離陸した。1969年の終わりまでに誘導路とエプロンを備えた小さな旅客ターミナルが建設された。この滑走路は2015年5月に完成した新しい滑走路に置き換えられた。1991年空港運営会社アッパーシレジアアビエーショングループが設立された。 1993年3月27日、ルフトハンザドイツ航空の航空機がフランクフルト空港へ向かい最初の国際便となった。新しい旅客ターミナルである B ターミナルが2007年に供用を開始し、2015年には到着専用の C ターミナルが供用を開始した。将来的には、新しい旅客ターミナルの建設、最近建設された貨物ターミナルのさらなる拡張、 新しい空港連絡鉄道の建設が計画されている。2018年10月3日、空港は1年の空港利用者数が400万人を突破したことを祝った。スポッティングプラットフォームからターミナルを望む夜間のターミナル A と B 空港には3つの旅客ターミナルと貨物ターミナルがある。ターミナルは年間約360万人の乗客を処理することができる。 A ターミナルは、宣言県外へ向かう国際線を処理しており、B ターミナルは、宣言県内へ向かう国際線を処理している。C ターミナルは、宣言県内外すべての国からやってくる国際線を処理している。ポーランドで最も長い空港の展望デッキは、B ターミナルにある。また、新しい貨物ターミナルの D ターミナルが、計画中である。空港のコンクリート滑走路は、 長さ3200メートル、幅45メートルで、最大離陸重量では無理であるが、ボーイング747、またはボーイング777ほどの大きさの、航空機が離着陸することが可能である。過去には、OK、安東の記念航空科学技術複合体の、大型輸送機案 -124 や案12 -225 が離着陸した実績もある。 空港では新世代の軽機着陸装置である、タレス420が使用されている。カトビセ空港の滑走路はポーランドで2番目に長い、滑走路でもある。また、メインエプロン西側、貨物エプロン東側の誘導路 E と H の間に、新しい33スタンドが建設中である。カトビセ空港には、スポッティングプラットフォームが、滑走路09-27の東西に1カ所ずつ、 計2箇所設置されている。スポッティングプラットフォームへの立ち入りは無料で写真を撮ったり航空機を見たりするすべての人が利用することができる。プラットフォームは地上2.5メートルの高さにある。カトビツ空港の完成塔は高さ46メートルで、ポーランド国内及び東ヨーロッパで最も高い完成塔となっている。モクシーバイマリオットホテルが メイン駐車場入り口横に建設された。ターミナルからすぐ近くにあり、ターミナルとホテルを直接結ぶ連絡通路の建設計画もある。空港には P1、P2、P3 と主要な駐車場が3つある。P1 駐車場はターミナルに直接接続された最も近い駐車場で、P2 駐車場は P1 駐車場の東に、P3 駐車場は P2 駐車場の隣にある。 また、これ以外にも、たくさんの専用駐車場が、空港に隣接して存在している。空港には、合計3922の駐車スペースがある。また、プレミアム駐車場も存在している。空港には2つの主要な整備場がある。1つは主に、ウィズエアーの航空機の整備を行い、もう1つが、その他全ての航空会社の航空機の整備を受け持っている。 旅客便6社、貨物便1社が拠点空港としている。駐車場 P1 から B ターミナルを望む出発待機中の航空機の中から主翼越しに B ターミナルを見る駐車場1から A ターミナルを望むスポッティングプラットフォームから滑走路とエプロンを望むカトビツ空港の気象レーダー B ターミナル内の風景 B ターミナル3階から1階を見下ろす。 B ターミナル外壁にあるロゴ空港はカトビツェやチェンストホバ、クラックフ、オポーレ、グリビツェ、キエルツェ、オシュフィエンチム、ティヒなどの都市から高速 S1 号線や国道86号線、高速 A4 号線、国道94号線、国道78号線、高速 A1 号線経由でアクセスすることができる。また、空港ではタクシーや ウーバーも利用できる。空港には3922の駐車スペースがある。また、プレミアム駐車場も存在する他レンタカーも利用することができる。バス停は B ターミナルと C ターミナルの隣にある。現在、カトビセ空港への空港連絡鉄道は存在していないが、カトビセと空港間の鉄道の建設が計画されている。また、シェビエシュと タルノフスキエグルイからの鉄道も計画されている。ウィキメディアコモンズにはカトビチェ空港に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。